指取り好きだから。え、でも可愛い鶴のシャツ。え、可愛い。スカートなんだけど、あれこんな大丈夫これ。え、こんな開いてんの。あれちょっと待って、うん、どうしたいの。一応ちっちゃ熊のカバン。あ、可愛いけど。可愛いでしょ。ゆいぴーです。カリナです。ご飯のともいかがでしょうか。おかずクラブでーす。今回は話題の激安ブランドシーンでお互いの洋服を選び合ってみたーよー。さあ、おかりなさん、はい、まあ、これシーンっていうのは、うん、まあ、おかちゃんも私も今回のことね、今回のこの企画で知ったって感じなんですけど、2008年にアメリカで設立されたファストファッションのファッションブランドで、まあ、ザラと H&M と違って実店舗を持たずオンラインのみの展開で、商品数が多くて圧倒的に安いから若い女性を中心にブームになってるっていう。まあ、YouTube とかでもよくこの企画はね結構見ますけれども、私たちもやってみようということで、おかにゃさん、はい、ちなみにこちらのピアスシーンでございます。あ、いいじゃない。めっちゃ可愛いよねこれ。可愛い、似合ってる。いっぱい派手だしさ。ありがとう。2、300円なのしかもこれ。へ、私だからシーンでピアス爆買いして、うん、10個くらい買ったけど1200、300円で収まって、マジでめっちゃ、しかも全部 でかいのよ。あ、でかいの探してたよね。めっちゃ可愛いのだから、もう皆さんおすすめです。大きめのアクセサリー探してるなら。超可愛い、カラフルだし、うん、さあということで、うん、選び合いましたが、選び合いました、ね、選び合いました。私は事前にね、お互いの買っときました。さあ、出しましょう。こちら、いや、こちらでございます、うん、全然大きさなんか違う。あ、違うね。パンパンだよ私。確かに私のちょっとスカスカな感じになっちゃった。な、何それ、布一枚じゃないよね。怖いんだけど。いや、布一枚じゃないけど怖いんだけど。私の、人の洋服ちょっとむずいなと思って。人の洋服むずいね、うん、確かに。あら、選び合ったことないもんね。ないないない。オカリナが私にだから着てほしいと思ってるものを買ってくれたってことだよね。着てそうだなって思ってたね。着てそうだな、私が着てそうだなってこと。じゃあ普段から着ててもおかしい。なんか、あ、でもユイビー好きかなと思って買ったんだけど、でも私ほらやっぱファッションセンスがさ、ちょっとあんまないタイプだからさ、ちょっと申し訳ないなって。怖いんだけど。え、でも街歩ける。街歩く。そんなそんなひどいやつは買ってないよ。私はちなみに、もう面白い方向でね、うん、走って、もうピエロにしてやろうかとも思ったんだけど。いや、ひどいよ。でもダメだダメだ、うん、せっかくの可愛いお洋服をシーンで選んであげようと思って、うん、もうトータルコーディネート。すごい。もう結構もう上から下まで。で、今日私たちの予算って1人5000円だったんですけど、うん、私ちょっと正直6000円。1000円オーバーしちゃいました。もうこれ自腹で行かせてもらいますけど、もちろん。私すごい。4000円ぐらいかもしれない。ちゃんと収めてきてます。では早速ね、うん、買ってきたものを開けていきたいんですけど、うん、じゃあまずは岡ちゃんお願いします。ちょっと今ね、鳩の問題もあってあれなんですけど、指鳥好きかなと思って鳥のシャツねちょっとね、鳩の前に選んだってことだもんね。鳩の前に選んだんだけど、指鳥好きだから。え、でも可愛い鶴のシャツ。え、可愛い鶴のシャツなんてなかなかないじゃん、うん、見せてよ。なんか、え、可愛いんだけど。そう、え、可愛くない。ただ入らない可能性が大なんだよね。見せてよ、開けて。うん、ちょっとちっちゃい、ちっちゃい可能性が大。え、でも可愛い。する。こんなん売ってんだ。うん。なんかユイピーさ、顔が派手だからさ、派手なシャツ似合うかなと思って。あと鳥好きだから。可愛いよ。今ちょっとハト嫌ってるけど。うん。ちょっと確かにこれがハト柄だったら多分突き破って切れそうかもしれないこれ。私ね、スカートを2個買ったの。え、スカートを2個買ったの。そう、ヘビ柄とか好きでしょあなた。だからガラガラになっちゃうんだよね。バラ柄のスカート鶴のシャツにバラ柄のスカートで合ってますか。うん、多分バラだと思う。でもちょっと入らないかも。これもちっちゃいわ。出しては見たけどちっちゃい。でもどうにか着れるかなっていう。スカート2個買ってみましたってのに、なんかね、このスカートが私的にはユイピーに着てほしいんだけど、ちょっと入らない可能性あるなと思ってもう1個買っちゃったんだけど。え、もう1個買った。でも1個も大きいやつ買ったんだ。うん、そう、1個大きい。でも黒いんだよねこっちもスカートが。私のことは何、この今日の服見て。カラフル大好き人間だよ。そうなんだけど、見てよ。いや、ちょっとだいぶ
薄っぺらいのこのスカート。出たシーンで失敗するやつか、あのたまに。あ、ちょっと布、いやちょっとこれ布切れみたいなスカート。シーンで失敗した商品シリーズとか出してる。布切れみたいなスカートだわ、ちょっと。え、どんちょうじゃないよね。いや違う違う違う、舞台の。あれこれ何、大丈夫これ、これドラキュラのマントじゃない。違う違う違う、スカートなんだけど。あれこんな、大丈夫これ、え、こんな開いてんの。あれちょっと待って、どうしたいの一応。いや違う、もっと、あ、閉まってたんだって、ここ、こうやって。え、何これ、下に何か履かなきゃいけないのかな。ちょっとごめん、ちょっと思ったよりも布切れみたいなスカートだ。でもシーンってそれあるらしいから、うん、可愛いやつは可愛いし、うん、ね、当たりの時はあるけど外れの時もあるらしいから、うん、ちょっとごめん、ちょっと思ってたのと違ったんだね。思ってたのと違ったし、はいはい、思ったよりちょっとマウントチックのスカートだったな、うん、びっくりしちゃった。コントドラキュラと使おうか。そうそう、何かしらでコントドラキュラで使おう。なるほど、なんか見た感じなんか暗いでしょ。暗いし、まさか鶴のシャツにバラ柄のスカートを合わせるとは。やっぱすごい、うん、もうだいぶ何世紀も先に行ってる流行りが。もう結構前に買ったからさ、うん、こちらですね、はい、ワンピースですかね。赤い、そう、おかちゃん結構赤いワンピース似合うから、うん、どうかなと思って。あ、かわいい。そう、ちょっとレトロなの、この、かわいい、ね、かわいいよ。でしょ、このボタンがすごいレトロで、なんかいい、昔のエレベーターガールみたいな感じで、すごいかわいいなと思って。そう、私レトロの服好きなのよ。そうそう、レトロの服似合うっていうの知ってたんで、それで入らん、はい、ギリ入るな、多分これ入ると思うのと、うん、あと、これ大変だ、カバン。へえ、これカバンがすごいかわいくて、もう、あ、これ絶対おかちゃんに持たせたいって思った。めっちゃ可愛いよ、カバン。こちらちっちゃクマのカバン。あ、可愛いけど、可愛いでしょ。いいのよ、でかくなくたってカバンは、まあ、これしかも肩からかけれるタイプ、そうそう、中に銀色のこうやって入れたりして、そう、可愛いのよ、これが。そしてこちら靴。あら、可愛らしい。そう、可愛い、靴を選びまして、このカバンの色と、うん、あとこのワンピースに合うようにちょっと選びました。で、お母ちゃんナースだったじゃん、元、うん、だからちょっとナースサンダルに似たやつを選びました、うん、ちょいな。どれが靴？靴、いや、そんなことないと思うよ、多分、うん、しっかりしてるよね、うん、意外と。そしてこちら、あ、まだあるの？まだあります。こちらですね、やっぱり小物が大事ということで、うん、結構シンプルだったじゃん、うん、このワンピースがね。だからサングラス。サングラス可愛くない？似合いそう、うん、なんかちょっとレトロな、うん、これもちょっとレトロチックな感じのサングラス、お、いいかなと思いまして選びました。そしてめっちゃあんの。そう、何それ、帽子。帽子、そう、帽子。嘘でしょ。結構やっぱワンピースがすごくあれだった、シンプルだったんで、帽子っていうかこれ赤ずきんちゃんみたいな、そう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 、こうやって、そう、ここで結んで、可愛くない、うん、で色を全体的にこの白と赤で ね、 赤にしたんだね。そう、赤にしました。よいしょ、そうそうそう。で、最後ですね、まだの、はい、こちら、あ、2個あった、ごめん、靴下と手袋。わ、手袋。そう、やっぱこのレトロなさ、エレベーターガールっぽいワンピースにはやっぱ手袋があった方が絶対可愛いなと思って、で、ちょっとレースの手袋、これは絶対いいなと思ってさ、決めたんですよ。なんかしっかりしてるね、なんかテーマが。そうね、ちっちゃい入るかな。いや、ユーピーに対するスカートよりか全然入りそうな感じ。そして最後、靴下ですね、うん、靴下もこのシューズにね、このシューズ最悪踏んでもらえばいいかなっていうところもあって入らなかったら、うん、で、これですね、可愛いよね、このシューズ、スカートね、靴下っていう感じで、白と赤なんだね。そうです、フィニッシュでございます。すごいいっぱいある。はい、以上ですね、以上が私が
あなたのために選んだ芯でございます。なんかすごい考えてくれてる感じがする。私がなんか適当に選んだ感じがして申し訳ない。適当に選んだ感じがしてっていうか適当に選んだんでしょ。いや、鶴のシャツは絶対似合うだろうと思ったんだよ。鶴のシャツって鳥好きだし鶴のシャツで、これをお互いじゃあ着ていきましょう。早速入るのか。私は、いや、そうなんだよね、そこがちょっと問題。ということで、はい、はい、着替えましたけどもね、やっぱ、おかげさん、すごい似合ってますよ。いや、嬉しいです。私はね、こういう ね、ちょっと、いいんですよ。なんか、得体の知れない女スパイって感じ。コンパニオンみたいな感じの格好が好きなので。コンパニオンコンパニオン、こんな格好してるっけ。なんか、そういう、なんか分かる、なんかその、大阪万博の案内人みたいな感じの、人たちみたいな格好が好きだから。いいですよ。私、エレベーターガールみたいな、一応、テーマでね、そうやってますから。でもすごい、これも可愛いじゃん。うん、可愛い。これはね、ただいまテレビで着たいなと思ってます。手袋すごくいい。かわいいかわいい。なんか最初見た時ちっちゃいかなと思ったけど手袋ぴったりね、ジャストフィット、うん、すごいかわいい。靴ぐらい、靴がちょっと小指側が飛び出てるぐらいで、あとは全然。そっか、横幅がちょっと大きい人だと、適正サイズだともしかしたらちっちゃいかもしれないってことね。ちっちゃい。私どうですかこれ、うん、でも思ったより入ってよかった。私これ腕も通んないかと思って。いや、入んねんだよ。見てくれよこれ、ほらほらね、いかないし、うん、何だったら見てくれ、スカート、うん、引きずってんだよ。引きずっちゃう。長いスカート似合うかなと思ったんだけど、そう、なんかいつものさ、胸下とかまで行けばいいんじゃない。ここまで行けばで、ヒールとか履いてくれたらさ。いや、胸下なんだけどここそう、うん、でヒール履いてくれたらいいかなと思ったんだけど、なるほどね、なんか強い女みたいな格好似合うかなと思ったんだよね。強いわこれ、本当にやんちゃな感じの鶴着たことないからさ気持ち的には閉じてインしてほしかったんだけど、ちょっと無理だった無理だよ、見てほら、うん、ここほら、いや、すごいよ。スカート閉まってねえな。全開じゃん。チャック全開じゃん。ちょっと上がって、ラスト締め切らないとかじゃん。すごいよ。落ち切ってる。チャック。でしょ？チャック全開。完全に一個も上がらなかったっていう。うん、でもなんか思ったよりね、うん、すごいなんかちゃんとした生地で、すごいなんか良かったと思いますよ、うん。ちょっと皆さんも想像通りのものが来るか分かりませんけれども、すごくいい経験ができました。うんということで、シーンでお互いにお洋服選び合ってみたでした。バイバイ。イヤリングとかピアスは本当いいよ。
願いします。